6月25日水曜日、時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 ミサヨのふるさと自慢、味自慢の時間がやってまいりました。もしもし、渋谷さんでいらっしゃいますか？ないでございます。お世話になります。どうもでございます。ね、今ただいま大阪でお稽古中ですよね。そうなんですよ、新馬演舞場のお稽古やっております。そうですよね。渋谷さんのですね、はい、プロフィールを簡単に私の方でちょっとご説明をさせていただいてよろしいでしょうか？はい、どうぞ。はい、渋谷天外さんはですね、松竹新喜劇の代表を務める、喜劇俳優さんでいらっしゃいます。はい、1950年にお生まれになりまして、もうすでに何も知らずに3歳で舞台に立たれまして、はい、はい、京都産業大学経営学科在学中に見よう見まねで、喜劇の台本をも書かれたそうですね。はい。はい。そして1977年、大学卒業後、正式に、松竹喜劇に入団されまして、はい、1991年から代表に就任をされてます。はい。はい。そして、翌1992年、三代目渋谷天外を、お名前を名乗られて、現在は松竹新喜劇の代表でもある雑用もこなしたされてるんですね。はい。はい。そしてですね、この渋谷さんのね、すごい、私はね、これ、あ、すごいなと思ったのはね、ラーメンとカレーとシャンパン、ふるさとをこよなく愛する。そして、ゴルフが大好き。はい、舞台、映画、テレビで大活躍中でございます。ありがとうございます。はい、もう、松竹新喜劇の爆笑七夕公演が、東京でやられるということで。はい、これね、実は16年ぶりなんですよ。あら、16年ぶり。そうなんです。はい、東京の七夕公演をさせていただくのが。あら、そうなんですか。はい、この、どういう演目なんで、はい。はい、昼夜ね、3本ずつあるんですけども、はい、まあ、真ん中の1本はね、新喜劇ができましてですね、65周年目なんですよ。65周年、はい。これの工場を1本させていただこうと。昼の部、ほがらかな嘘、はい、裏町の友情、はい、夜の部は千葉の子守唄にお祭り上陣。今回はですね、もう、爆笑公演と名打ちましてですね、どのお芝居見ていただいても、救急車用意しとかないかんぐらい笑っていただきますんで。なんと救急車を用意しとくんですね。もう爆笑は必死でございます、はい。私もね、お伺う予定にしております。 ありがとうございます。私もね、12日の日にお伺いさせていただきますので。ありがとうございます。天下さん、ぜひですね、救急車を用意しておいてください。今回ですね、歌舞伎の方から坂東彌十郎さん、はい、彌十郎さん、そして、まあ、東京喜劇場、小劇場の久本雅美さん、皆さんご存知のがね、ゲスト出演していただきましてね、もう、もうひっくり返るほどむちゃくちゃしてくれはります。じゃあやっぱり救急車必要ですね。はい、多分舞台の上も客席も救急車必要だと思います。あ、なるほど。いや、いいですね。なんかすごく楽しみにしてるんですが。ありがとうございます。これ、チケットはまだ大丈夫でしょうか？はい、チケットの方ですね、まだ残りあると思いますんで、チケット本松竹の方へ、もしくはチケットウェブ松竹ですか、電話していただければ。あ、もちろん新橋演舞場の方へ直接連絡していただいても大丈夫だと思います。あ、そうですか。はい、新橋演舞場にて、7月の4日の金曜日から21日の月曜日まで、はい、16時間やらさせていただいて。そうですね、はい、で昼の部が、午前11時開演、はいはい、夜の部が午後4時開演となっております。大体そうですね、休憩合わせて3時間半ぐらいで終わっちゃいますんで。そうですか、はい、じゃあもう救急車に乗ることを覚悟してお伺いたいなと思っております。はい、藤山神美さんのですね、お孫さんもですね、今回新加入していただきまして。そうですか。頑張ってやってくれてますんで。そうですか、はい、ラーメンとカレーとシャンパン、ふるさと、はい、こよなく愛されてるということなんですが、はい、ふるさと大阪でいらっしゃいますね。いえ、実はふるさとは大阪なんですけどね、生まれは大阪、育ちも大阪、で今現在はちょっとばかりですね、和歌山県ってことですか？和歌山、もちろん。和歌山県の下の方に白浜というところがあるんです。知ってます、知ってます。はい、そこの、まあ、リゾート地に住んでおります。あら。リッチですね。リッチやと思うでしょ。ところがね、大阪でね、家買うと高いんでね、そういうとこから買ったんですよ。なるほど。じゃあ、東京からね、50分ちょっとで飛行機で来れるんですよ、そこまで。ああ、
なるほど。立地条件もいいんでね。まあ、今からが季節なんで、また白浜の方へもぜひ皆さんおいでくださいませ、このラーメンとカレーっていうのは、これどこのものが美味しいんですか？あんまり言いたくないんですけどね。言ってくださいよ、ぜひ、カレーはね、うちの兄貴が、やっぱり白浜でカレーやっとるんですけど、天屋のまんまいうところでやっとるんですけど、ベニヤのまんま。天屋のまんま。あ、天屋のまんま。はい。ラーメンはね、私が作るのが一番うまいです。ああ、なるほど。これを言うと、食べたいって言われたらね、大体日の前に10時間ぐらい経っとかなあかんので、このまま秘密にしてるんですけど。なるほど。でも、食べたいって方もたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。まあ、来るたんびにやるんですけどね。で、うちの鍋が小さいもんで、2人前半しかできませんので、なるほど。お代わりされると、その人しか食べられません。なるほどね。先日ね、大阪に私たち行ってきたばっかりなんですよ。そうですか。そうなんですよ。今ね、私のパートナーを務めてます、高田遥香というのが、目の前に、はるかと言いましても男性なんですけどね、ちょっとお話をしたいそうなんです。はい。もしもし。どうもどうも、天海さん、はじめまして。天海でございます。はい。新大阪から、谷橋線で、行ってきましたよ。どこまで行ったんですか？天満橋というんですかね。天満橋は日本一長い商店街ですからね。はい。まあ、同級生とかに会いにですね、行ってまいりました。そうですか。天満の方のお生まれなんですか？いや、私はね、海外、種子島というところですけどもね。鉄砲伝来やないですか。そう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 。そうですか。そうなんですよ。しか楽しみですね、その劇ね。とりあえずね、65年前からうちの父が始めまして、藤山神明がついてきましてね、大体20年ごとに倒れてきたんですが、私ももうそろそろ。倒れないでください。しかし、関西ほら、人情ね、劇と言いましょうか、心あったかいのが多いですよね。そうですね。まあ、うちの涙は悲しい涙じゃないんでね。で、まあ、ここしばらく見に来ていただいた方はもうみんなハンカチぐしゃぐしゃにして買ってくれてありますね。楽しみですね。ぜひですね、チケットウェブ松竹新橋演舞場の方に問い合わせいただいて、一人でも多くの方、まだ大丈夫でしょうかね。はい、まだまだ。ただちょっとね、土日が、土曜日の夜とか、日曜日の午前中がちょっと濃くなってきてますんで、なるほど。なるべく早めに。早めにですね。そうですね。ぜひ、お伺いさせていただきます。はい。ぜひまたスタジオにもね、そうですね。来月もしかしたらお越しいただける予定ですね。そうですね。23日ぐらいに。あら。あ、嬉しいですね。嬉しいですね。今日予定は組んどるんですけども、正直どこへ打っ飛ばしよるかわかりませんので、私のこと。そうです。もうぜひですね、お会いできるのを楽しみにしております。はい、こちらこそでございます。で、また、松竹新喜劇爆笑七夕公演7月4日から21日、ぜひですね、お問い合わせいただいて、一人でも多くの方がですね、お出かけいただければと思います。お待ちいたしておりますので。お稽古長ありがとうございました。ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい、頑張ってください。失礼いたします。